はい、どうもスタジです。今回の動画は、先日行われましたジャパンレプタイルズショー2022冬レプで、購入してきた、卵ヘビ、この子のね紹介をしていきたいなと思います。よかったら最後まで見ていってください。それでは見ていきましょう。はい、それでは早速紹介していきたいんですけど、まず、この子を飼育している環境なんですけど、レプタイルボックスにウェットシェルター、水入れ、そしてペットシーツとかなりシンプルになってます。そして本人は、はい、ここにいますね。これが卵ヘビです。いや、めちゃくちゃ可愛いんですよね。ちょっと今絶賛脱皮中なんで色がくすんでるんですけど、あ、緊張してますね。で、この卵ヘビなんですけど、2つ特徴があります。まず1つ目が、この鱗ですね。で、この子の鱗は一枚一枚にキールっていうのかな、なんかね突起が出ててすごくザラザラしています。で、この鱗の形もめちゃくちゃかっこいいんですけど、触り心地がねかなり他のヘビと違ってて、そこもまたこの子の特徴ですね。で、そのザラザラした鱗をこすり合わせて、ザーザーという音を出して威嚇をします。飼い主も、経験済みです。そして2つ目、この子は卵ヘビということで卵をご飯としています。なのでね、ネズミが苦手な方や冷凍マウスを冷蔵庫に入れておけないよっていう方には、とてもいいヘビなんじゃないかなと思います。で、ちょっと顔が見えないので少しだけ移動させてお顔を見せてもらいます。はい、どうですか。これちょっと脱皮前で目が白く濁ってるんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。いや、この巨トン顔といいますか、これはねかなり女性の方にも刺さるんじゃないかなと思います。そしてこの子は卵を食べてるヘビなので、牙がありません。なので、噛まれたとしてもハムハムされるだけらしいので、牙が怖いという方にもとてもいいヘビなんじゃないかなと思います。いや、めちゃくちゃ可愛いね。君舌黒いんだね。で、まだ脱皮中で本来の美しさを発揮できていないので、脱皮が終わり次第またこの子の動画を上げていきたいなと思いますので、それまで楽しみにしておいてください。いや、本当いいヘビだと思いますよ。鱗はかっこいいし顔はかわいいというね、かっこいいとかわいいを合わせ持つ、すごく素敵なヘビだなと思います。はいはい、ということで今回の動画は卵ヘビの紹介動画でした。で、まだお迎えしたばっかりで、あまりねストレスとかかけたくないんでハンドリングとかはしないんですけど、まあ、後々この子のハンドリングしている様子とか実際にね卵を食べる様子とか撮影できたらアップしてきますので、そちらの方も楽しみにしていてください。それでは今回の動画は以上になります。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。